こんにちは、ネオコウトウユーミンです。今回はなんとすごい本を紹介しますよ。丸山正雄、日本の思想、岩波新書、緑帯。これね、すっごい有名な本で、岩波新書の中で多分一番有名だって言っても過言ではない。岩波新書で有名な本とか、なんか優れた本3本の指に入るような、岩波新書でなんか読みたいなって思ったら、もう真っ先にこれを読んでください。で、これがどういう本かっていうのを、紹介しますね。これはもうすごい本、もうすごい本だから、もうじっくり読んでほしい。これ新書っていう体を取ってるけど、もう本当に一冊の分厚い研究書みたいな感じで、しっかりとじっくりとパッと読み流さないで読める、本なので、ぜひとも読んでみてほしいです。で、この内容をまあ簡単にまあ紹介するというか、まあ内容紹介、詳しい内容紹介っていうか、まあ僕に、感じ取ったね、僕にとっての、日本の思想っていうのを、語りますので、では行ってみましょう。はい。で、このね、日本の思想どうやって紹介しようかなってこう考えてた時に、まあツイッターとかブログで有名な読書ザルさんっていう方が、日本の思想、丸山さんの日本の思想は、これは頭が悪いとはどういうことかっていうのを書いた本だって言ってるんですよ、読書ザルさん。これを読んで、なるほどねってそう思ったんですよ。これを読んで、どういう本っていうふうには言えば分かりやすいかなって思った時に、その読書猿さんの、まあ、日本の思想っていう本は頭が悪いかっていうのどういうことかを解説した本だよっていう話をしてて、いやーなるほどって思ったんですよね。じゃあなんで頭が悪いとはどういうことかっていう、説明をしてるかっていうと、その日本の思想のっていうそのタイトルからはちょっと普通に想像すると、例えば西洋哲学史の日本版みたいな。だから日本の哲学史をなんかこう紹介してんのかなみたいに、思う方がいると思うんですよ。例えばこういう日本の近代小説っていう中村光雄っていう人物の、岩波新書はね、似たようなのがあるんですけど、これはもう完全にその文学史なんですよ。日本、近代の日本文学史なんですよ。だから日本の思想っていうのがあると同じかなと思うわけですね。中村光雄って結構有名な、まあ、文学研究者兼作家なんで、まあ、それがもうかっちりと、近代小説史を書いてるんだから、まあ、丸山正雄っていう政治学者が日本の思想っていうのを書いてんだったら、もうよっぽどその詳しいね。丸山正雄自体はもう本当に近代の日本思想に非常に詳しい人物なので、そういうのを書いてるのかなと思ったら全然違うっていう本なんですよね。まあ、それじゃあ何書いてあるかっていうと、日本がこう思想っていうのを外国からね、どうやって受け入れてたかっていうような、その受け入れ方のね、その構造を説明してるんですよ。これね、ほんと頭いいんですよね、マジで。だから要するに、こう構造を説明できるやつって頭いいんですよね。そのなんていうか、構造主義とかって、まあ言葉もあるくらいなんですけど、まあ世の中には現象があって、まあ現象があって、現象があって、現象があって、じゃあその現象がなんで起きるのかっていうと、ことを考えて、じゃあその構造があるからだっていうふうに、考える人がいる。例えばマルクスとかってもう本当に構造っていうか、上部構造、下部構造っていうのをつった、説明してますけど、だから資本主義とかその搾取が起こる原因っていうのはその構造上もう起きちゃうんだよみたいな、そういう話をしてて、そういう人って頭いいじゃないですか。まあそれの、もう丸山さんはその日本人の思想の受け入れ方っていうことでその構造を、説明したんですよね。ちょっと考えてみてほしいんですけど、その日本って思想がないとか哲学がないとかって言われる、安易に言われるんですけど、じゃあなんなのっていう。なんでないのっていうことをちょっと考えてみてほしいんですけど、なぜかっていうと、確かに日本人が独自でその思想をなんか1から0から作ったっていうことは確かにないんですよ。日本思想っていうのは基本的にはその仏教だったり儒教だったり、孟子の教えとかだったり、大体ほぼ全て例外なく中国から入ってきてるんですね。それで、まあ、明治になったら、まあ、戦国からもそうなんですけど、キリスト教とか西洋思想がちょっとずつ入ってくると。で、その中で日本がそれをいろいろと混ぜ合わせて独自の思想を作っていくっていうようなね、まあ、感じだったんですよ。だから日本の人にはそのオリジナルな思想がないとかっていうふうに、まあ、言われるんですけれども、だから日本の思想も、その外国から思想を取り入れて、来たっていうようなその受け入れ方の話をに絞ってるんですね。で、じゃあどうやって受け入れてたかっていうと、ここはその頭が悪いっていうのにつながるんですけど、要するに日本人は頭が悪いって言ってるんですよ、この本は。で、なんでかっていうと、学んだ
こととか受け入れたことをすっかり忘れちゃうっていうんですよ。もう今までの蓄積を全部なしにして新しいのを持ってくるっていうようなね話をする。例えば西洋の哲学とか音楽、まあ哲学って微妙なんだけど、音楽とか哲学って基本的にはその以前のものを乗り越えるっていう形で発展していくわけね。まあ近代の哲学であればそのデカルトっていう合理主義の人物がいて、それに対して反論を加える形で経験論とかそのドイツ観念論とかが、前の時代の先人たちを批判していく中でより高い哲学が生まれていくわけだけど、現代思想だってその近代を批判するっていう形で生まれている。まあ、要するにその前のものを抑えるっていうことを絶対西洋やってるけど、それに対して日本っていうのはもう前のことをなかったことにしちゃおうっていう思想なのね。明治の思想だってもう全部その今までのじゃあ日本思想とか仏教とか全部なしみたいにやっちゃうんですよね。まあある意味ではそうなんだけど、鎌倉仏教とかも、まあ、平安時代の仏教に対して、まあ、全部なしっていう風にね、まあ、やっちゃうのは、ね、ちょっとごめん今のは詳しくないからちょっといい加減なんだけども、まあ、その受け入れ方としてそういうわっと集まってわっと散って何十年かするとなかったことになっちゃうっていうのは結構思い当たる節あるんじゃないかなと思うんですね。まあ、ある論争が起こって、例えばそれに対して例えば10年後とか20年後ぐらいに似たような同じテーマで論争が起こったりするわけですよね。でその場合に極端な話ですけど、西洋だったらもう10年前にそれがあるからそれを元にまた組み立てるんですけども、日本だともうその10年前のものってのは一切なかったことにしてまた同じことを一からやるわけですっていうのが頭が悪いっていう、だからそういうような思想の受け入れ方をしているから日本人っていうのは頭が悪いっていうような話をしてるんですよね。で、その頭が悪い状況を乗り越えるためにちゃんとその蓄積っていうのをしなきゃいけない。これがね、無責任の体系っていう丸山さんの有名な概念ともつながるんだけど、その責任の主体とかその主体性っていうものがないから、そういう過去の蓄積っていうのができないっていうような話もするんですよね。わかりやすく例えると、まあグラップラー刃牙で、烈海王っていう人物がいるんですね。グラップラー刃牙っていうのはいろんな超総合異種格闘技のトーナメントみたいなのがあるんですけど、そこになんか中国拳法の使い手の烈海王っていうのが出てくるんですね。でそれで1回戦とかもうこいつ結構強いんですよ。でなんかこう1回戦でなんかロシア人みたいなのと戦うんですよ。でロシアのなんかその伝統の格闘技に勝てるわけがないとか言ってんだけど、その烈海王はお前らのやってることはその中国拳法の歴史では2000年前にすでに通過しているとかって言うんですね。で2回戦になると1000年前にすでに通過しているみたいなねことを言うんですよ。だからそれはもう過去の蓄積を烈海王は分かってるんですよ。もう過去の中国拳法の蓄積によってその相手の戦い方っていうのがもう分かるんですよ。それはなんでかっていうと、その蓄積してるから。でもそれに対して、もう馬器とかは、その蓄積がないわけですよ。全く。だからこう見て、相手を見てこう対応するんですけれども、だから日本ってのはもう馬器なんですよ。ってきっと。で、ちゃんと西洋みたいに、烈海王になろうぜっていうのがこの日本の思想の言ってることなんですよね。バキみたいな戦い方してたらもうそれはよっぽど天才じゃない限り無理だよって話をしてるんですよ。日本の思想は学ぶものを学ぶっていう上でちゃんと過去のものを蓄積して、過去のものを見つめてその上に乗っける形でこう知見っていうのを広めていこうっていうのがこの丸山さんの言いたいことなんですね。でも僕らは今まではもうバキだったよねって、もう全部なかったことにしてるよねって、一回片付けたと思ったらもうそれなしにして、でも10年後20年後集まったらまたそれ一からなんか対処してあわあわしなきゃいけないっていう、まあ臨機応変といえば臨機応変長所なんですけれども、でもそれじゃダメだよって言ってるのが烈海王になろうっていうメッセージがこの日本の思想なんですよっていう例えですね。だからまあそれで頭が良くなろうと、烈海王のような、頭の良さとかその知識の身につけ方をしていこうっていうのがこの本なわけですね。まあ、それが第1章なんですよ。散々話したけど。で第2章、第3章、第4章みたいな感じで、なんかまたいろいろと文学の話とか、なんかタコツボ型とササラ型っていう有名な概念の分類とかやったりするんですね。だからこれは本当にね、非常に面白い本です。本当に。だからその、烈海王になろうっていう話をしているので、ぜひとも読んでみてほしいですね。グラップラーバキ好きの人、ぜひ読んでください。もう烈海王になれますので。ということで今回の動画は以上です。丸山さんの日本の思想を紹介しました。面白かったとか、読んでみようかなとか、グラップラー刃牙の、例えがわからんっていう人はぜひいいねを押してください。コメントも大歓迎です。で、まあ初めて見た方はぜひチャンネル登録お願いします。それでは、ごきげんよう。さよなら。